始まりましたということで、意外と待ってる間長かったの。こんな原始的な始まり方ありますか、うん、あんたその音を出るスピーカーからこうやってたなんかこれ繋げるとかできんかったん。これいやできなかったんですよ。なんやこれ、さあ皆さんこんにちは、はい、どうもどうも、てかもうこんばんはか、こんばんはです。皆さん拍手お願いします。はーい、おーすごい、ね、突然始まってびっくりする方も多いと思いますが、はい、今から何が始まったかと言いますと、何でしょうか、私たち徳島県に住ます芸人キャンパスボーイと言います。あー、ご存知キャンパスボーイでーす。ありがとうございます。はい、めちゃイケレッドカーペットでおなじみのキャンパスボーイでーす。すいません、イエーイ、ねえ一切出ないよ、悲しい自虐ネタ。はい、めちゃイケの新人オーディションも1回戦で落ちとるから、言うな、そこまで広げるな丸抜クイズで落ちるってないよ、俺ら広げるなこの話はもう一枚、答えですね、キャンパスボーイ、徳島住ます芸人として徳島で活動しているんですが、こちらですね、徳島に引っ越してきてからユーストリームというネット動画配信のサイトで、毎晩夜10時からですね、キャンパスボーイの徳島でキャンパルナイトという番組をやっております。あー知ってますかね皆さん、ネット動画、ネット動画分かりますかね、はい、あのユーストリームしてるよって方手を挙げてください。ユーストリームっていうサイトがあって、はい、そこで動画が見れるんですよ。でキャンパスボーイしてるよって方手を挙げてください。おーい、おー、あすごい、よかった、ユーストリームには何度か勝ちましたねこんにちは掃除のおばちゃん、こんにちは。いやいや誰に言うのね見てんのに掃除のおばちゃんが。いや俺すごいね、あっちも人おるわ思ったらマネキンやったわけめっちゃ上から見てくれてるやん思ったら。俺はこれを配信前に間違えたよそうやね、俺も言いそうなって思った、出間違おるかなと思ったんやけど。それでですね、いつもの、配信はですね、はい、僕の部屋から配信をしてるんですけども、まあ、まあまあね、どっかスタジオを設けてるわけでもないんですけど、ね、今日はちょっと、はい、そこを飛び出して、はい、ここはなんと夢タウン徳島にて配信をしております。あーこんにちは。ということで皆さん、ここに今 iPhone を置いてますが、これこれこれ、はい、ソフトバンクの iPhone を置いてるんですけども、こちらで配信をただいまやっております。これこれがね、ちょうどね、ちょっとわからないって方にはね、ちょっと、まあ、見えづらいと思いますけども、ここあの僕のパソコンがあるんですけどね、まあ、まさにこうやって流れてます。これ世界中に流れてるんです。世界中に配信されてますからね。もう遠いとこやってエジプトの人見てるからね。そうこれマジで、これエジプトの方見てますから。エジプトの方マジで見てるから。別にあのエジプトに住んでいる日本人の方なんでね、はいはい、皆さんそこだけはお間違いなくということで、まあ今日は、まあ、まさか今日からなんですけども、そうですね、こちら夢タウン徳島さんと、うん、このキャンパスボーイの徳島でキャンパラナイト、この番組がコラボということで、ありがとうございます、させていただきます。もうここでしか買い物しません僕はもういやほんまに、ほんまや、いやでも160店舗入ってますからね。160店舗あれば十分ですよ。十分でございます本当に。ちょっと家から歩けばすぐなんでね。3、40分かかるわもう、ね、それ以上かかると思うわ、ね、車がないのは辛いです。車がないから、ね、車ないですよ。いや自転車で30分ぐらいね僕らの。すごいね、公開収録っていうことで、これはね僕たちのね目的だけで来たお客さんだけじゃないからね、ふらーっとふらーっと来た人もおるわけやから、ね、いつも見ていただいてる方はなかなかこう公開っていうのがしないので、どうする、どうしました、若者わかるよこれ、はい、ユーストリームとか最近の子はわかるよ、はいはいはい、じいちゃんばあちゃんどうする、いやまあただ単にトークショーやってるのやなって思うだけ、いや戦後こういうのができてやなみたいな、いやそっからさかのぼる、戦後でこれが作られて、いやいやいや、そして戦後でこういう俺たちを映してくれるものが開発されて、そして今に至る、もうそれ使えるやもう時間かかるわ、じいちゃんばあちゃんどう説明する、いや説明見てもらったら分かるから、もうトークショーやってんねんなっていう、分かるけどね最近のじいちゃんユーストリームじゃなみたいな、なんでそしたら言うなよそしたらね、まあ、ちなみにですけども、まあ、この番組の趣旨説明というものをちょっとさせていただきます。毎晩毎晩何をやっとんねんと、何をやってるんかと、この配信ですね、
こちらですね、吉本ネタネットワークといいまして、略して YNN といいます。はい、吉本ね、これ番組なんですよね。こちらですね、地元を盛り上げることを目的とし、47の各都道府県に実際に住んで活動する、住みます芸人がお送りしております。それで、俺ら。徳島県はキャンパスボーイが、お届けしてるわけでございまして。残念ながらキャンパスボーイですよ。いや、残念ではないですよ。嬉しいことにね。嬉しいことでございます。嬉しいことに。はい、そしてですね、こちら全国の最高級のネタを発信することを使命とし、毎晩22時夜の10時からUstreamにてライブを生配信しています。はい、ネット動画ね。が、お、本日は、まあちょっと期間限定、まあ噂では期間限定という話なんですけども、おうおうおう、本日から毎週金曜日は、うん、夢タウン徳島さんとコラボ配信ということで、はい、ただいまもう夜ちょっとスタート今遅れまして、なるほど、7時24分ですか今、うん、まあ大体7時からスタートという、なるほど、毎週金曜日はここで7時からスタートします。みんな顔覚えたからな、毎週来いよ、ちゃんと来てくださいよ。スターバックスの人ももうそうやぞ。いや、シフト次第によるわ、それ。客も客も毎回来なかったね、うん、ねえ、これ聞こえてるかな、スタバの人も。スタバの人聞こえてますか。あ、スタバの人は、お、女子会に夢中やん。あの、男性の方とは一人 目線があったんですけど、ね。いやいやいや、どこまでね、こう聞こえてる。こんにちは。こんにちは。おー、有名人やぞー、キャーキャーがすごいですよ。言うてへんかな、キャーキャー。全然黄色い声なかった今。あね、こっそりやってるんですけどね。ちなみに、これね、上がっていってる姿映ってるんですよ。あ、完全に。なんという斬新な映像ですか。世界中に映ってますからね。世界中に上がってっていうのが映ってますからね。ねえねえ、なんかね、お父さんお母さん探してる人がおったらね、たまたま見つかるかもしれないからね、これ。ここでかい、うん。すごい奇跡やな、お前。いや、そういうのはありますよ。まあ、あるんだな、まあまあ、そういうドラマ。可能性はゼロじゃないよ。ドラマあったら嬉しいけどやな。まあ、ということで、席空いてるんでね、まあ、全然ね、そうよ。座ってくれていいんでね。8000円、5000円やから。いや、金取ってんよ。8000円。全部無料ですから、席。うん、ね、全然よかった、通路の、ね、邪魔になったりもしますので、よかった、前の方に。いや、逆にバックバックじゃねえよ。人助けやと思って。スタバの人に迷惑かかるから。ボランティアやと思って。せめて椅子側に寄っていこう。せめて椅子側に。犠牲でもいいね、犠牲でも。犠牲でも。そんな思わなくても。全然こっちこっち来てくださいね。そして今、ほんまに丁寧の悲しかった、スマホから見てる方は映ってるんですか。映ってる。以上。こっちのパソコンまあまあスムーズやな。映らない。僕のパソコンはね、映ってるんですけども、iPhone からまだ見えてないって方とか、動きが映ってるけども、あ、動きが止まるばかりであんまり見れない方もいてると。あらららら。書いてますね。ああ。まあ、もしかしたらタイムラグっていうのがあるので、まあ、後々見えてくるかもしれませんが。あらないな。はい、よかったらまた皆さんこちらの椅子の方に集まってください。はい。で、席がなくなったらすぐ用意しますんでね。そう。いくらでも上にありますんで、うん、あ、上からも手を打ってくれてます、ね、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、いつも、ね、いつもテレビ見てます。逆や言うてもらう、ありがとうございます。で、答えですね、ちなみにこちら、生配信しながらもですね、録画をしてるんですよ。はい。なのでこれ見逃した方はですね、配信後、この配信が終わってもアーカイブで記録として残ってますので。ああ、それはすごいね。見逃した方、そしてもう一度見たい方はそちらからチェックすることができます。2年ぐらいやってるわけ、僕らはこれを毎晩毎晩。こちらですね、はい、2011年の5月27日から毎晩夜10時から配信をしておりまして、本日でなんと721回目の配信になります。キレが悪い。いやいやいや、キレが悪いかどうかわからんけどやな。なんかね、720やったらよかったのに。いや、昨日やったんですね、むしろ、うん、それが。あ、でも721回もやってるんですよ。721回休むことなく毎日やってるんですよ。これを毎晩毎晩。お姉さん考えられますか。お兄さん、こんなことをね、毎晩夜10時間やってましたよね。いや、これはいつかね、サザエさん抜きますね、多分。まあ、いつかはな、うん、いつかは抜けると思うよ、ずっとやってたら。いや、だって計算するとですね、僕たちが徳島来てもうそろそろ丸2年となるんですよ。ああ、ありがとうございます。はい。で、計算で言うと1000回放送を迎えるのがあと半年後ぐらい。半年後に2年と半年ぐらいでやっと1000回って。あらららららら、
いやーね、1000回目指しましょう、本当に。1000回目指してね、やっていきたいと思いますけども。なんやかんやね、はい、見返りが来ますよ。それではですね、こちら一応ツイッターとも連動しております。お、書き込んでいただくと、僕たちやユーザーの皆さんとコミュニケーションすることができますので、ぜひともね、文と文末に、アットマーク YNN47 アンダーライン徳島、アットマーク YNN47 アンダーライン徳島、または、シャープ YNN アンダーライン徳島、シャープ YNN アンダーライン徳島をつけて書き込んでください。はい、ね。書き込んでいただくと、僕たちとコミュニケーションを取ることができる、ね。そうそうそう。書き込まないと、ここではもう凍りせんよ、俺。言うとけど。ん？目と目合ってるけど、絶対凍りせんからね。しようよ。書き込んでくれんのね。じゃあなんでここでやんねんって話やん。生ならではのね、こういう。じゃあ生ならではね、聞いていきますけど、お客様のクロストークもね、はい、していきます、はい、大丈夫でございます、ね、いや、これなんで囲んでほしいかと言いますと、はい、これ毎日ですね、すがすげにこれランキングがあるんですよ。ほらね、もう競争競争ですよ。そうなんですよ。このネット配信もね、視聴率、リアルタイム視聴率とか、あと僕毎日ブログとか書いてるんですけども、問題ないかなり、これも600以上ブログ書いてるんですけど、600ブログ、うん、見ていただくとポイントに加算されるんですよ。で、なんと、なんと徳島県、ね、47都道府県あって、お、大体芸人今50組ぐらい住んでおります。まあ、50、その中で徳島県現在なんと9位。9位。中途半端やったな。9位。ちゃうねよ。9位を偉そうに言うなよ。ちゃうねよ、実はね。ちゃうねよ。これ何が、おととい、うん、おとといまで、うん、全国ランキング1位やったんですよ。もう1位でいいや、それやったら。言いたかったんよ。1位でいいや。もうこれのテンションで来てたんよ、うん、急にあれ。今日朝見たら、うん、あれ多分ね、吉本側がね、点数間違えてるんですよ、あれ。乗っかってると、お前今の放送。見られたらどうすんねん。社員も来とるわ今日。ほら。いやでも、いやほんまに考えられんねん。視聴率も、うん、いいのになんでこんな一気に下がんねんって、今僕謎でしゃあないよ今。あ、まあまあ、でももしよかったらこれをもう一回1位奪還したいということで、皆さんよかったらですね、生で見てますけれども、お手持ちの iPhone、iPad、もしくはデスクトップのパソコンね、持ってるか。持てないですか。オタクしか持てんやろそんな。いや、オタクでも持てんやろ。秋葉原みたいなネット環境ないわそんなの。ノートパソコン持ってるぐらいね。よかったら開いてください。お、それが皆さんの視聴が、1ポイント加算されていきますので、はい、よかったらそれでね、徳島県をもう一度、おとといの1位であったあの時に戻してくださいということで、お願いします、お願いします。ということで以上、今現在ですね、15人見ております。ありがとうございます。15人の方ありがとうございます。この15人と共に生きていくわ。いやいや、みんなと生きていけや。見てくれてねえか、こっちも。知らんってないね。まあまあ一応ね、こちらは、まあ、今回はコラボ配信ということでさせていただくんですが、ありがとう。はい、まあ、ゆめタウンさんね、いろいろと、まあ、イベントやね、キャンペーン情報ありますけど、まだこれは後ほどいろいろとお届けするんですけども、せっかくやからね、このゆめタウンのね、情報も知りたいな、はい、皆さん。じゃあゆめタウンってあなた来たりとか。いや、結構来ますよ。します。もうね、僕夢タウンでできてると言っても過言じゃないから。夢タウンでできてる。これボケでも何でもないぞ。ああ、そうな。これ夢タウンでできてるから教えて、ちょっと。え、いい、もう言っていい。いや、いいよいいよ、そんな隠さなくても。はい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 。ね、取り出したわ、このジャケット。取り出した、うん、着てたけどね。もう着てたけど、このジャケット、うん、これ夢タウンさんで買ったの。夢タウンで買ったの。これどこで売ってんの、こんなの。これどこですか、お前。これがなんかあかんもんみたいに言うなよ。ちゃんとウィーゴーさんで。あ、ウィーゴー、ウィーゴーで。ああ、なるほどね。あっちにありますわ。あっちありますわね。そこで買ったんよ。はいはいはい。ほんでこれ、うん、これこのメガネ、メガネ祖父、うん、祖父よ。2階にメガネ、2階にある。うん、あれかな、この辺ちゃいますか。でも中央あたりですよね。もうこのあたりやわ。はいはいはい。うん、でこのね、蝶ネクタイ。蝶ネクタイ。これもウィーゴーです。ウィーゴーです。ウィーゴーで、これも。蝶ネクタイ、ウィーゴー。これウィーゴーですよ。ダイソーちゃうの、これ。ダイソーです。ダイソーかい。ややこしいな。売ってるか、こんなもん。いや、よっぺらやと。いや、あのね、ウィーゴー意外とね、売ってそうやね。売ってないわ。誰が着るねん、これ。意外とね。これでも、これ売れたんかな。俺しか買ってないんちゃうんか。いや、でも結構、ウィーゴーが入れてるぐらいから売れてるんちゃいますか。そうやな。だからこれもう夢タウンでできてるから。下半身は、
下半身はズボンはえあこ、こ、これ ABC マートあ、ABC マートあっちの ABC マートうんうんズボンはズボン、ズボン、えズボンはいいじゃないですかそこらでくるとちょっとあやふやになってくるんでいやいや、もうここまでいやあ、これ、この靴下なユニクロあ、ユニクロユニクロ、ユニクロ、ユニクロパンツはパンツパンツ、大阪のドンキホーテやそこで買ったのかいなんでお前ちょうどええ具合に終わっとったお前の下半身はちゃうとこやねん店の人たち喜ぶのにちょうどええとこで終わっとったらなんでここまでこっち来るかねいやでも夢たんよう来てるんですね夢たん来てるよここまで来とったらすごいやろいやすごいわキャンパル T シャツ以外大体そうやと思うまあね、うん、キャンパル T シャツはまだ別のところで作ってますけどそうよ、うんうん、あそう結構常連なんですねあ行ってる行ってるえなんか好きなお店とかありますかこの中の店舗好きないやもうだってここね本当に何でも揃ってるやんかはい何でもねカフェもいっぱいあるし、うん、食べどころもいっぱいあるし、うん、もう食べ物ばっかりないなんてや大事やんかそこまあ大事やけど大事やんか、うん、で別にね用なんてないんですよなんか買おうとかそんなの考えてないですけど、うん、ねこういう雑貨屋さんとか行ったりして服とか見たりして、はい、それでなそれだけでも時間だいぶ潰れるで、まあ、楽しめますからね、うん、ウィンドウショッピングだけでもねそうそうそう本屋さんもあるしおもちゃ屋さんもあるしゲーム屋さんもあるしいっぱいありますからねでも揃っとるよちなみにキャンパスボーイ目的で来た方手を挙げてありがとう。とりあえずあのお二人に目線を合わせよう。こんにちは。キャンパスの目的で来た方手を挙げて。おお。強制的でございます。信じるわ信じるわ。あ発見しました？なんかユーストリームかなんか。ちゃうことやったじゃないかな。ごめん気にするな。気にしないでください。ねえ、ねね、いろいろとねまあここも僕もよう来てまして。おお。言うても。この間の日曜も来てましたよ僕。ああ、見に来ましたか。そう最近ちょっと徳島マラソン走ったりとか、はい、マラソンやってたりしてたんで、それこそ ABC マートで、靴？ダンロップじゃないわ、ニューバランス。ニューバランスの。ね、カンペーションも履いてるわ、ニューバランスのね、うん、あの靴を見に行ったりとか、安かったね今。あ、安いですか。なんかキャンペーンあったわ。ちょっと肩が古いバージョンが5000円ぐらいで。お前売ってたよ CM 狙おうとしてるな今いや欲しいけどねあるんやったらマリコ様しかやったらダメよあれマリコ様だけ、うん、AKB のダメよあんたいやいやさせてくださいよあなたはマリコ様じゃないからいやじゃなくてもできるでしょあれだんだんと歴代でうーんあの僕も WeGo 大好きなんですよああ僕も基本大体 WeGo でできてるんですけどもできてるえジーパンもこれはもう早速ちゃうやんあ、でも聞いて、靴は ABC マークかな靴、うん、ウィーゴの話してんね今ウィーゴ特にないね今ないっすよ私服があ、私服ね私服がウィーゴやねあ、そうなのそうそうで、僕ウィーゴって徳島なかったんですよあー、そうだね夢タウンができるまでなかった、ね、わざわざ大阪、心斎橋ね、はい、のウィーゴまで帰って、はい、買い物して戻ってくるよああもうずっとそんなんやってんだよああやっとここね夢タウンできてほんじゃラブズウィーゴーできてたんでああそこで今ちょっとブラブラ見たりとか、はい、そうそう本当に日曜日も終わったじゃんねいくらでもプレゼントしますからねアイドルは反応しちゃうぜいやいやいやありがとうございますさっきもねあの隠し撮り何かされたんですかねどんどんどん全然言ってくれた充実してよポーズを撮りますんでね充実でそれはツイッターなどでもね何でもフェイスブックでも何でも、ミクシーでも何でもアップしてくださいね今ゆめたの徳島でキャンパスボーイおるぞとコメントしてくださいはいはいまあまあね何の話したそうそうあ、聞いたこの話まあキャンパスボーイね、まあ、徳島移り住んでまあもうすぐ2年なんですけども西浦君が徳島出身僕徳島出身 で僕が大阪出身なんですけどもなかなか徳島のことよく分からなくて最初はそりゃそうやわな北高と城北の違いこっちやってん両方北やしやなあそうなんやそん分からんかった俺分からん人は分からへんねや分からん俺いやだから電車汽車を電車って言ってたことないじゃんいやいやまあまあそれはねここの人でも間違えるけどもうそれぐらいちょっとごちゃごちゃしてて分からんかったよマジでうんそうなんやもう今じゃあ今は分かるよ今もう分かる分かる、うん、だいぶもう2年経つともう地理的にもねロケでいろいろと出たりとかねはいはいはい、ただ今ゴティカルという四国放送の月曜日に出てるんですけれども、うん、だそこでもね
もう毎週今キャンパルキャンパルというコーナーで体張ったコーナーをねやってるんですけれども、うんうんうん、皆さん見てます？ゴジカルとか、うん、ゴジカル、あすごい、グッとやってくれた、ありがとう、いいね、ありがとう、いいね、あれもいいねがありがとう、ね、あれは JD やね、 JD、うん、JD じゃない、 JD おかしい、 JD じゃないな、女子男子になるな、気持ち悪いやろお前、DK か、女子男子は気持ち悪い、 DK やな、男子高校生やから、そうやな、で DK、 どこの DK、北高、北高多いな、やっぱり近いからね、北高って多いわここは、あそうなんや、あなたどこ高校やったっけ、え僕奈良高です、嘘つけろ、奈良高ちゃうやろ、僕奈良高ですよ、なんで県外出てんねん、さっきから知識振る舞ってるんですよ、いやどこかやねん、一切知識超えてこへんよ、僕は女性です、あ女性、女性です、中学校女性高校、そうです、同じって方いますか、女性中学校、え中学校、あ、マジで、後輩よ、後輩なる、先輩やぞ、どうこんな先輩苦笑いされましたよ、苦笑いでございますね、いやでも本当にね、まあ、徳島もね、いろいろとロケでね、あったりとか、そうやな、行ってますからね、いいな、お遍路とかも行ったしね、お遍路行ったんですよ、歩き遍路言うてね、はい、あの一国回りなんですけど、23番フラッシュまでね、行きましたね、鳴門から日和佐までうわ歩きましたから、大変大変、歩きです、青踊りもやりましたよね、もちろん青踊りやめましたね、うん、僕らのんきれんっていうところ入っておりましてね、なんかもう卒業するみたいな俺ら何がなんか卒業撮ってるそれ撮ってるどうぞ撮ってね、写真撮ってくるやついいからね、どうぞ撮ってね、めったに見れんからね、ダメな意味でね、これね、ダメな意味じゃダメですね、ダメな意味で、ちょっと待ってください、僕の方のね画面もちょっと今すごいことになってますよ、ちょっと見えますか、はーい、あ戻った戻った、戻った、いやいや、あのファミコンを引っ張ったみたいな感じパソコンでそんなんあんねや、うーんみたいな、すごい感じなファミコンや、あ映ってます、映ってます、大丈夫そうですね、こんにちは、今でもな結構だから僕たちあのあと徳島インディゴソックスという四国アイランドリーグ徳島の野球チームなんですけども、そこでも応援選手として入団してるんですけども、ちょうどこの場所今座ってる場所で入団会見を開いたりとか、あやりましたね、ここでもねだから夢タウン徳島さんにはだいぶお世話になっておりまして、表坂にはなってないんですけども、バックルームね、従業員のバックルーム入っていただきますと、サイン色紙飾ってるんですよ、ああそうよ、なるほど、じゃあ皆さんどんどん見に行ってくださいね、無理やわ、15位しか入られる、どんどん見に行ってください、いや見てもらいたいんやけどね、いやキャンパスボーイのサイン見たいんですって言ったら入らせてくれるでしょ、無理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 な、無理やって、それはセキュリティが固いって、夢タウンや言うてんのに、いや夢あるところやけどやな、その辺はちょっと現実社会で、マジか、でもあの無理やり貼ってみたらどう、こことかね、何がサインよ、サインで、あのね今僕らスタバさんの前でやってますよ、おうおう、ね、あーって今働いてるけど内心絶対ねキャンパスボーイのサイン欲しいなって思ってなさそうだねなんでそんな自分で悲しいこと言うのいや無理やり場合によってこれ無理やり配ってってみたらどうえサインを名刺がてらにお願いします貼ってくださいと、おうここのアズノアズノアズコンセンコンセンコンセン発音が違うかな、いやいやいや、アズノーナーと言ってるけど俺全然分かってなかったな、今、いやいや、マジでサイン配るってこと、でもアースさんもねいっぱいありますけども、じゃあもうここにご自由にお取りくださいにしとこうよ、なんでやねんか、それはそれでも嫌やな、なんかホットペッパーの上に置いといたらええやんいやいやそれは嫌ですよ、こんにちは、せめてね、あらあら、お手伝いかな、こんにちは、お母さんは、お母さん、こんにちは、違うかな、お母さんあれどこ行ったやろ、気になりますね、あらあらあら、まあ一応ちょっとねコメントもねいろいろと届いているんですけれども、おあの一応ね今日今のところ25分を配信しております、おもうそんなに、はい、もうなんだかんだ25分配信してるんですけども、うん、ちょっと待ってくださいね、ちょっと遡って呼んでいきますね、これ愛媛県のルイルイですね、はい、愛媛県の方から来ました、お久しぶりっすと、西にしみに会いたいにゃーんと言ってますねにゃーん、
この子ニャンっていうのを語尾に押し付けるんですよ。ああね、猫が好きなんでしょうね、はい、なんですかね。ムックさん、ムック、ツイッター見たら始まるというツイートを見たので公開を生放送に惹かれてきましたよというコメントもね。はい、ネット動画やってますよ、あ、これこれ見に来られてないかな、ミキちゃんって方やってる。ミキちゃん見に来られてないかな、ミキちゃんおった目の前おったね。キャンパンワードありがとうございますね。ルールがシミに寒くないのとね、半袖でちょうどです。ほかほかです。いやちゃうねよ。ちょうどね。7時か配信ねするのに6時前ぐらい、6時ぐらいに来たよ。ほんでこんなこと言うたらダメだと思いますけども、担当のスタッフさんいなかったんですよ。不在ですって言われて。いや。今日このステージ全部自分たちで組み上げましたから。あららら。なんかでも、これやると、なんか大阪時代の、インディーズライブ出た頃の、まあね、そういう時期ありましたからね、自分たちで作って。ちょっとね、ファイブアップ吉本って言って、まあ、NGK の前にあるんですけども、そこで、ワーハ髪型、今もないんですけども、アマチュアの子がステージを借りて、ネタを披露するとこがあるんですよ。まあまあ、自分たちでね、やって。アマチュア時代にある、その時はもう、舞台設備全部自分でやらなかったね、音楽とかも。そんなことをなんか久々に今日思い出させてくれた。あららららら、ね、初心をね、初心を忘れるべからず。ありがとう夢太郎さん。だからね、それを思い出させるために夢太郎さんはわざわざこういうことを、ね、あ、やってくれたの。なんでそれがわからない。いやなんでだ。そういう意図があったんや。なんでお前わからなかった。俺どうしてだ。目の前で見ながら囲んでるよとね。お、まゆちゃんね。どこだ。まゆちゃんどっか行ったね今。どこだ。どっか行きましたよ。どこだ。あ、おったおったおった、あそこでね、おりましたわ。どこだ。アナンからね、来てくれました。ルータンさん、兵庫です。お行儀悪いけど、晩ご飯もぐもぐしながら見ていますと。ニャンニャンが何時までと。だいたいね、8時20分から8時半までやっております。こんにちは。日銀は一人配信で妄想しまくってるよねと。で、なぎなぎ、これ脇町ですね。見に行きたかったと。お仕事やったんでしょうかね。まあ、来週もね、はい、まあやるみたいやから、多分そうやるみたいやから、ちょっと、ね、来週の気分もさせていただきますが、今日来る前にね、FM 徳島のフライデーオンラインというラジオ、はい、4時から放送あったんですけども、何人かね、配信始まる前に声ね、親子で声かけてくれたり、ラジオ聞いたよとか。ありがたいですわ。嬉しいですね、やっぱこうやって呼びかけると来てくれるっていうのも。だから今後、まあ今日一発目なので、はい、皆さん聞いてくださいね。毎週金曜日ここ7時からやりますので、はい、ぜひとも無料ですので、来てください。顔覚えたからな。ぜひともお願いします。顔覚えたからな。で、裏ではドラえもんとかやってますわ。こんなん見んでいい、こっち来なさい。ドラえもん、ドラえもんと戦いますか。クロシンちゃん、そんな見んでいい、こっちキャンパスボーイ見に来てください。勝ち目ないって。勝ち目あるわ。タモリやったらなんとかなるけど。いや、勝ち目ないわ一番。へへへへ、じゃない。いや、いろいろね、裏番組いっぱいやってますけども。あ、ありがとう。あ、ね、あ、どこ、中学生、高校生。うん、ハーフ言うてんかな、ハーフ。おい、あ、あれずみ東阿波踊り一緒に。あ、そうなん。大きいな。そうそう、のんきでね、一緒にね、そうやって練習したりしたいよ。大きいな。あ、こんにちは。あ、ありがとうございます。こんにちは。ね、あ、なるほど。じゃあもうツイートしてたキャンパスおったよって。あと、吉本がてへんやろ、あの天下の吉本やれと。アルヨさんもね、見ていただいております。おい、アスカちゃんもね、ツイッターで交流しますと、見に来れないので。ありがとうございます。で、ミキさんが、新井さん、うちのマネージャーなんですけども、ここ夢タウン徳島行くのに、なんでか分からんよ、ここで6時に夢タウン徳島向かう予定だったんですけど、うちのね、マネージャー何か島駅方面に住んでるんですけども、はい、そっから言うたら急な橋渡るかね。おうそうなんやったら行けんのに、あの四国三郎渡るか。おうこれのに、なんでか分からんけど、スーッと阿久比橋方面まで行って。いやー、まあ、いいじゃないですか、たどり着いたんやからさ。
僕言わんかったらたどり着かんかったよ俺。清水はこの後マネージャーをボコボコにします。いえ、せえへんけどこの勢いは。せえへんけどやな。マネージャー聞いてるんかな、また電話してた。子供も見てるからね。優しいお兄ちゃんたちだよ。こんにちは。夢タウン、夢タウンコーディネーター。